遠慮なくどんどん食べて。どれもここの名物料理なの。いくら食べてもいいよ。食べ終わったらまた取ってくるね。エンジン様が泣いちゃうくらい食べちゃう。泣いたりしないと思うけど。エンジン様は確かに気前のいい方だ。ただ数日スタッフやボランティアは大変な思いをすることになる。ちなみにみんなに迷惑をかけないようにアハウは閉じ込めておいた。しばらくは戻ってこないだろう。ちょっと厳しすぎじゃないか。大丈夫だって。そういう関係なんだから。仲間との付き合い方は人それぞれでしょ。ねえ、まだ落ち込んでるの？私が助けてあげるからもう心配いらないよ。分かってる。落ち込んでるわけじゃないよ。ただ緊張してるだけ。年齢を言い訳に逃げ続けるわけにはいかない。ちゃんと成長しないと。じゃなきゃ余剰者の戦争から逃げるつもりなんてないってことみんなに証明できないでしょ。証明する必要もみんなの目を気にする必要もないよ。逃げる気がないなら後ろめたさなんて感じなくていいじゃん。コネーの期待を裏切ったってそいつらが思ってるんなら大礼と議論してみればいいんだよ。ね、信じて。大礼はきっとカチーナちゃんの何かを気に入ったからコネーを授けたんだと思うよ。私が打たれ強くてあんまり怪我をしないからってわけじゃないよね。もう7、8回負けてる。成績は上がってるけどまだ勝ったことはないよ。実際7、8回なんて大した数じゃない。たとえ成長が目覚ましくなくてもとやかく言われるほどのことじゃない。そうだぞ、あと一歩だったって言ってたじゃないか。今回は団体戦さえも生き残れないんじゃないかって心配で。大丈夫だって。私がいるんだから。君がこけたら私が引っ張り起こしてあげる。君が倒せない奴は私が倒してあげるから。勝利を味わったことがなくても私を信じることぐらいはできるでしょ。ほら兄ちゃん、優しいね。信じる。絶対に信じるよ。ムアラニちゃんの言う通り、元気出さないとだね。大礼が私にコメンを授けてくれた理由はまだわからないけど、今までこの名前を継いできた人たちだってわからない時はあったかもしれない。それでもみんなちゃんとやり遂げてきた。それなら私だってできるはず。お前の孤名が今まで受け継がれてきたということは、これまでの継承者は皆それをちゃんと意味のあるものにできたんだ。でなきゃ孤名はとっくに戦いで砕け散り、二度と帰らないものになっていたはずだ。おう、オイラたちも応援するぜ。オイラたちはお前ら専属応援団だ。そんな、私強引にあなたたちの元で勉強させてってお願いしちゃったのに、ありがとう。また泣きたくなっちゃった。今日出会えた人たちはみんな優しすぎるよ。感動しちゃった。任せて、絶対に勝つから。少なくともあなたたちの前では恥をかきたくない。そうだ、ちゃんとご飯を食べないと力が出ないってママが言ってた。ちゃんとご飯を食べるよ。元気になったな。よかったぜ。励ましてくれてありがとね。みんなから見たらまだまだ成長の余地ありって感じだからか、なかなか辛抱強く待っててくれないんだよね。だってカチーナの優しさと努力は伝わったぞ。どっちもこいつの長所だろ。落ち着け。涙がお椀に入ってしまうぞ。
家からジュースを持ってきたんだ。私が絞ったんだよ。コップを取ってくるから待ってて。そんなものまでわざわざ持ち歩いてるのか？カチーナちゃんのカバンは底なしの穴みたいなものだよ。何でも入ってるの。まあ泣く場所を探しに行ったんだろう。みんなあいつのことを結構気にかけてるみたいだな。とってもいい子で妹みたいな存在だからね。実際すでに十分よくやってるんだけど、決定的な成功がまだないだけなの。でも今回はいけるって私の勘が言ってるんだよね。この帰化聖夜の巡礼で勝てばカチーナちゃんは一気に成長すると思うよ。なんでそう思うんだ？お前もそういう経験があるのか？え？全然そういうわけじゃないけど、私の自信は生まれつきだし。これはまたおかしな謙遜だな。こんなことを言ってるが、ムアラには3回も余巡者の戦争に出て全勝してる。復活が必要だったこともない。うわ、それって超すごいんじゃないのか？あの時は敵がたまたまやっつけやすいやつだったから。っていうと全然すごくない人みたいになっちゃうけど、とにかく難しい挑戦じゃなかったよ。今はとにかくカチーナちゃんと一緒に戦いたい。親友と戦って歓声と拍手を浴びるの。わかる、わかるぞ。オイラもこいつと一緒に戦いたいぜ。なんで疑ってるんだよ。オイラはずっとお前を応援してるだろ。みんな飲み物持ってきたよ。ねえ飲んでみて。ジュースは新鮮さが命なの。もう平気みたいだな。元気だから心配しないで。本当に大丈夫。ちょっと緊張してるだけ。お肉をいっぱい食べないと。食べ終わったら外で運動して体を温めてくるよ。私も私も。あんまり無理しすぎるなよ。明日は早起きなんだから寝坊しないように気をつけてくれ。君は絶対に寝坊しないもんね。ああ、朝になったら起こしに行ってやる。さすが、わかってる。お腹いっぱいだぜ。空腹が満たされたら眠くなってきたよ。いよいよ明日だな。でもカチーナがやっぱり心配だぞ。助けてやった方がよくないか？だってあいつオイラについて勉強するって言ってたわけだし。いや、オイラはついでだったかもしれないけどさ。誰が優勝するんでしょう。